レモンガススタジアム平塚です。2021明治安田生命 J1 リーグ第27節湘南ベルマーレと浦和レッズの一戦もお送りします。今日のベルマーレのメンバーです。キーパーが谷、最終ライン石原弘和、大岩、杉岡、中盤ワイドに右小林、左が高橋、アンカーに田中聡、2列目バラダ、山田直樹、前線大橋、タリクというメンバーです。まあ、前節お休みをした高橋先発復帰、それからウェリントンがサブに入っています。そうですね。一方のレッズです。キーパー西川、最終ラインは酒井、牧野、ショルツ、宇賀神、中盤のセンター平野、伊藤敦樹、2列目大久保、小泉、関根、そして最前線キャスパー、ユンカーです。秋元、江坂、この辺りを今日はサブスタートにしました。大橋、タリクのコンビです。体を使ってスペースへ運んできます。カットインから右足打ってきました。いや、大橋らしい仕掛けでしたね。彼はこうどんどん前へ運ぶ、なんかそういう力強さありますしね。でようやく点も取れるようになってきました、ね。はい、結果がついてきています。谷に小泉がプレッシャーをかけに行きます。これはファールなし、拾って小林、中で2トップ待ちます。クロスが入ってきた。よく届いた。タリク、ハンドです。これは注意を受けます。イエローカード。小林からタリク、届かなかった。大外を使ってきました。ここはシンプルに長いボール、ファーサイドに大橋、やはりゾーンの空いてるスペースを、うまく使ったというところじゃないですかね。はい、谷は高いボールを使います。半身で大橋が待つ。平野、大久保、浮かせてユンカー、ゴール前には小泉が入ってきました。ラストパス、小泉流して大久保、流れを止めない速い攻撃。まあ、ただここにちょっと湘南としては隙がありましたよね。ラインも中途半端でしたし、ボールに対してもいけなかった。でこの距離もう少し甘かったですもんね。まあ、今日はねウェリントンがいないのでそんな簡単には上げてこないですけど、深く入った時にはやっぱりいいボールが入りますよ、湘南もね。大橋、おっと浮かせてきました。折り返し、レッツサイドはバラダはオフサイドポジションじゃなかったかアピールをしています。今日はやはり地上戦で細かいパス交換で崩していくという、チームメイトから今ヒロキを見ようという声がありました。で江坂が浮いているので、まあ、起点ができた時にですね、中で受けます。江坂、足元、ユンカ、ちょっとタッチが流れました。左、大久保、ダイレクト、そこに江坂が入ってきました。いやー、いい攻撃でしたね。でユンカーが外に動き出す、はい、で空いてるスペースに江坂が入ってくると、まあ、非常に攻撃的で、まあ、動きもスムーズだったんじゃないですかね。畑のそれこそセレッソ戦でのもうペナル自陣ペナルティーエリア内からのドリブルはすごかったですからね。スピードがありますからね。うまく粘ってウェリントンから右、高橋、内側を、そして外側を回って石原弘和、池田、ウェリントン、いや、池田いいボール出せるんですよね。今のはもうバッチリじゃないですか、精度も。キーパーの前に秋元、ニアサイドに木下、田中達也は戻します。そしてスペースにサポートに出ます。1対1ですね。戻しました。拾って江坂、柔らかいボール、ここで試合終了、0対0。
激しいバトルでしたが得点は互いに生まれませんでした。